NACA Presents 西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。9月16日月曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。今日は敬老の日、3連休最終日ですね。皆さんどんなご予定でしょうか。私は NACA 西戸明子コミュニケーションアカデミーのマスタークラス第4期最終スピーチ発表会を前にしたリアル授業を3連チャン最終日でございます。まあ今回も濃密も濃密、本当にこうね、一人一人の心を開いたスピーチがまた次の方の心を開きと、いい連鎖がどんどん起こって、みんなの気づきやチャレンジが深まっています。昨日一番嬉しかったのは、お昼ご飯の時間にね、私はサイゼリヤに行ってランチ食べてたんですね。それで帰ってきたら、こう4期生の人たちがね、みんなで集まってミーティングしてたんですよ、最終発表に向けて。でその姿がすっごく楽しそうで、あーなんかこうみんながね、心を開いて自分を語り合うと、こうやって一気に距離が縮まるんだよな。その仲良さそうで楽しそうなみんなが笑顔っていうのを見たのが、昨日本当にねパッてこう思い浮かんでくる嬉しい瞬間です。その模様はインスタグラムのストーリーズにアップしてます。フェイスブックにも上がってるかな。あれ確かアップして24時間ぐらいで消えちゃうんですよね。まだ午前中は残ってると思いますので、よかったらインスタやフェイスブック見てみてください。まあ、あと自分でも笑っちゃったのは、これ初日なんですけれどもね、まあ、3日間全部来れる人ばかりではないので、今日しか来れない方いますかって言って手を挙げてもらってね、はあ、じゃあその方は今日スピーチやってもらってフィードバックしましょうねって、ちなみに明日しか来れない人はいますかって言ったら、一瞬シーンとなって、いや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 、西戸さん、明日しか来れない人は今日いるわけないでしょうって突っ込んでもらって、あっ本当だたまにねこうやらかしますね、はいまあ関西人的には、うわ私ちょっと、まあ、マジボケだったんですけど、めっちゃ美味しいなと思いながら、思い出したのが、友達の小学校やったかなの時の先生の話です。修学旅行でね、大体こうもうみんな夜中まで起きて喋ってるじゃないですか、小学校の修学旅行なんて。でそしたら先生が見回りに来はって、それでこう懐中電灯を照らしながらね、それでまあみんな、あ先生来たって思ってシーっていう感じですよね。でその先生が言われたんですって、今寝てるやつは手あげろってそしたら、いや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 、今寝てるやつ手あげたらおかしいやんっていうね。でもうみんな爆笑しちゃって、で結局はい全員外出ろって言ってね、まあ、みんなで立たされたっていう話を聞いたことがあります。いやもうやっぱり笑いって重要ですね。まあ、今回の講座の中でもみんなこう真剣に自分と向き合いながら、もう心震える、涙こぼれるスピーチいっぱいなんですけれども、そんな中にねふっとこう笑いが起こってくるんですよね。みんなが真剣に自分と向き合って、そして自分の限界を超えていこうとしている、その挑戦もがいてる姿、これが本当に美しくってとっても尊いなって感じている、そんなリアル授業の今日が3日目です。いよいよ来週末9月21日22日の土日に東京は田町で発表会、そして翌週ですね、9月の29日日曜日に京都で発表会があります。詳しくは放送概要欄にリンク載ってますので、皆さんぜひ遊びに来てください。東京は田町の港区産業振興センターっていうところのショーホール、そして京都はココカという、東山蹴上げっていうのかなっていうのが近くにある、ホールで開催します。
はい、そして連絡帳昨日帰ってきてパソコンで見てたらね、嬉しいコメントが入ってました。お金と死と幸福購入いたしました。こちらは教えて西戸さんの第2弾ということで8月に開催させていただいた講座でした。このお金と死と幸福っていうタイトルを聞いてビビビときましたというみこたんさん、実は夫が難病で余命あと長くて5年です。私は今いろんな気持ちが混ざり合いながらさまよっております。このタイトルに当てはまるか分かりませんが、自分にプラスになること間違いない。当日傾聴するのは難しいのですが、アーカイブでぜひとも拝見いたしますと、まあ、そういうコメントをいただいてたんですね。で、嬉しくてね、購入してくださってありがとうございますというコメントを書かせていただいてたんですけれども、そしたらね、またみこたんさんからご返信をいただきました。アーカイブ見てくださったということです。特にお金のお話刺さりました。自分に投資は大切な価値であり、不安だから使わないはもったいない、その言葉とっても刺さりました。とは言っても現実は生活するだけで精一杯、自分に投資するお金もない。夫の障害年金、特別児童扶養手当のお金、自分のほんの少しのお給金で子供3人を養っています。あともう少しなんです。次女が障害者雇用で働けて自立できるようになるまではサポートが必要なんです。次女が自立できた暁には、自分がこれまで経験から学んできたことや気づきを何らかの形で伝えていきたい。次は自分が助ける番って常日頃思っています。そしてもっと気づきを増やしていきたいと感じています。西戸さんのボイシーやインスタグラム、YouTube をいつも拝見しております。西戸さんと出会えたこととても感謝しております。ありがとうございます。というみこたんさんのコメントです。ありがとうございます。旦那さんが難病で、余命あと長くて5年、そしてお子さんが3人いらっしゃって、どんなお気持ちで今毎日を過ごしていらっしゃるだろうって。でもね、明るいんですよ。このコメントの絵文字もあってね、このトーンがすごく明るくって、あーもうこういう方が放送を聞いてくださってるんだなって思ったら、もう私は今日はもうみこたんさんのために喋りたいってもうすごいそう思いました。いや、まあ正直ね、2日間講座が続いていて、で今日も講座っていうことで心はすごいこう満たされてるんだけど、体はやっぱり疲れてるんですよね。うん。でもそんな時に、ああみこたんさんが聞いてくれてるんだなって、でみこたんさんだけじゃなくって、こういろんな方がいろんな思いでこの放送を聞いてくださってるんだなっていうのがこう想像できてね、そうするとこう自分の中から新しい力がわって湧いてくるんですよね。まだきっと連絡帳やボイシーや YouTube などなどにコメントをしたことがないよって、これラジオだとサイレントリスナーって言うんですけどね、静かなリスナーさんっていう言い方をします。でそういうサイレントリスナーさんってきっといっぱいいらっしゃるんだと思うんですよ。だからコミュニケーション体験講座とかやると、ボイシーいつも聞いてますって、ファイナンシャルプランナーのあの講座ですよね、森ちゃんとやらせてもらってますが、そこでもボイシーいつも聞いてます、ポッドキャスト聞いてますっていう声をいただきます。あ、この方も聞いてくださってるのか、あ、この方も聞いてくださってるのか。私はずっと大学生の頃からラジオで喋る仕事をしてきたので、まあラジオで喋るのってこうスタジオの中に自分一人なんですよね。だから目には見えないけれども、このスタジオの外側でたくさんの人が今聞いてくれてるんだな、どんな人が聞いてくれてるかなっていうことをこう感じながら喋るっていうことをまあずっとやってきました。で今もこうやって喋れていることが本当にありがたいなって思うし、
皆さんがコメントを寄せてくださることで、あるいは会いに来てくださることで、実際に、はあ、この方が聞いてくれてるんだって感じられること、それはもうすごい力になるんですよ。こうやってね、まあ、毎日月曜日から金曜日までお話しさせていただきながら、今日の話はどんな風に受け取ってもらえるかな、伝わるかな、楽しんでもらえてるかなって、まあ、あのスタッフさんと一緒にね、毎日相談しながらこの放送ってやらせてもらっています。みんなの応援がもう本当に力になってます。ありがとうございます。そのことはこの2日間やってきて、今日3日目のマスタークラスの講座ともつながるなと思います。みんなのお話を聞かせてもらってると、もうみんな家族のことをめっちゃくちゃ大切に思ってるんですよね。両親のこと、おじいちゃんおばあちゃんのこと、お子さんのこと、奥さん旦那さんのこと。でもたくさんのコミュニケーションエラーが起こっている。ものすごく愛情がいっぱいなのに、なんでコミュニケーションエラーが起こるかっていうと、本当にちょっと言葉が足りないんだなって話を聞いてると感じます。昨日は自分の両親はいつも喧嘩をしていた、だから自分は奥さんと仲良くね、そういう家庭を築くんだって思ったのに、気がついたらうまくコミュニケーションが取れてない。で、じゃあ何から始めましょうかって言ったら、まずは妻に感謝を伝えたいって言われたんですね。じゃあやってみよう、今ここでって言ってってなりながらねもちろん照れもあるし、その普段言ってない言葉ってなかなか出てこないから、なんて言っていいのかわからない。だから、まあ、私がこうサポートをさせていただきながらね、奥さんが子供を見てくれているからここに来れました、ありがとう、じゃあその時どんな気持ち、ね、奥さんが見ててくれるからどんな気持ちでここに来れたんだろう、いや安心して来れた、よし、じゃあその安心して来れたその一言も加えてみようか、これからもよろしくお願いします、うん、これからもどんな風に2人でなっていきたいんだろう、どんな家族を作っていきたいんだろう、それはなぜだろう、奥さんにあなたは思ってることを言ってくれないのねって言われちゃう、うん、でもそれってなぜだろうって、自分が思ってることをこう言ったら感情がどんどん溢れてきて、それで抑えられなくなっちゃうんじゃないか、そうすると両親みたいに自分も喧嘩しちゃうんじゃないかって、そのことが怖くて感情が出せなかったんだ、思ってることが言えなかったんだ、そう私たちに伝えてくれたそのことを奥さんにも伝えてみようよ、そんな風にね、少し問いかけをさせてもらって、その方が本当にこう奥様に対して思っていらっしゃる気持ち、感謝の気持ち、本当は分かち合いたいことを言葉にしてもらってね、うん、練習をしました。この2日間、まあ、次の週末発表してくれる、東京で発表してくれるみんなのスピーチを聞かせてもらったんですけど、どのスピーチも最高でした。みんな本当に半年間よく頑張ってきて、でもまだ1週間あるんですよ。こっからさらに前に行くって、そんなみんなの意気込みが、チャレンジしたい、いいスピーチをしたい、学びを深めたいっていう思いがね、めちゃくちゃ伝わってきています。だからね、皆さんこの週末ぜひマスタークラス4期生のみんなのスピーチを聞いてほしいと思います。心の根っこはつながってて、自分も同じだなって、まるで自分のことを語ってくれているようだなって感じられるスピーチがいくつもあるだろうと思います。今週の土日、マスタークラス第4期
スピーチ発表会開催です。会場に来てくださってもすごく嬉しいし、オンラインで見てくださってもとっても嬉しいです。詳しくは放送概要欄をどうぞご覧ください。そしてマスタークラス第5期で一緒に学びませんか。みんなの心の中にいっぱい溜まってる悲しみとか傷ついた気持ちとか抑え込んできた怒りとか、分かってもらえなかった、だから分かってほしいっていう願いとか、その自分の心の中にいっぱいいっぱいあるもの、結構溜め込んでんですよね私たち。うん、心の便秘状態です。そこに気がついていく、そして抑え込んだ気持ちを感じてあげると、それが終わっていきます。その時あなたの心はどん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 流れが良くなって、もっともっといろんなことを感じ始めると思います。本来のあなたの心が、優しさが戻ってくると思います。そうして本来の自分に出会える人がいっぱいいっぱい増えていきますようにと思ってやってます。西戸明子コミュニケーションアカデミーマスタークラス第5期は10月12日スタート。ただいま早期お申し込み割引第2弾99万円が88万円と末広がり価格でお届け中です。お届け中はおかしいか、受講生さんを大募集中です。9月の25日水曜日の夜は東京で、26日木曜日の夜には大阪でコミュニケーション体験講座も開催いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。あ、そうそう、教えて西戸さんの第3弾2025年からの生き方伝えます、こちらの講座も開催が近づいてきていますね。もう学びがいっぱいですね、楽しいです。第2回は9月19日木曜日の夜9時から、こちら4回連続講座で、第1回目は無料で公開中です。こちらも詳しくは放送概要欄からお申し込みページをご覧ください。無料でお届けした1回目のアーカイブのリンクもお届けしています。そちらに記載してあります。ではでは皆様素敵な祝日をお過ごしください。私は今日も授業へ行ってまいります。お相手は西戸明子でした。NACA Presents 西戸明子のコミュニケーションアカデミー。また明日の朝お会いしましょう。あ、今日もね、多分ストーリーズとか生放送やると思いますので、ぜひインスタグラムフォローしてないっていう方、西戸明子のインスタグラムフォローしてください。では、お出かけの方どうぞ気をつけて。いってらっしゃい。